ここからもよろしくお願いします。お願いします。完璧、完璧だね。うん、ちょっとね。で、じゃあちょっとこれニュークラブです。あ、ニュードライバー買ったよ。ニュードライバーマジェスティ知ってる？見てヘッドがすごい。本当だ、すごいね。ちょっと減らして。いいよ、どうぞ。できるかな。おお。売れそうだけど。売れそう。これ切ったら売ってそうだね。ね、これは一応メンズだよ。メンズ、はい、マジェスティ。ちょっと初打ちなんで、ちょっとどんなボールが出るか分かんないんですけど、気にしないでください。おろしたて、おろしたて。あ、重たい。ちょっと重たいかも。あ、ちょっと重たい。まあまあ、ラン出てる、ラン出てる。ドライバーがいいとやっぱなんか嬉しそうだね。お、いいじゃん。あれ、おっきいかも。大きいかな。止まった、でも、大丈夫。よしよし。曲がらないね。曲がらないね。ピン刺しとく。あ、もう次ショート？次ショート。あらららら。うん、取り返さなきゃ。1個負けてるからね。99。ついたし。嬉しそうだな。嬉しいね。やばい。やばい。おじさんたちも見てるよ、ずっと。すごいから。はい。ナイス。ナイス。あー、ショット読みすぎたか。惜しい。ナイス。後半がパターンの調子が悪くない。後半ダメ。いいよいいよ、落ち着いてね。バックスイングでちょっと本当に止めるぐらいの気持ちで。じゃでも、もしショートしたら？ん？もしパーパット。自信持って落ち着いたら大丈夫。はい、清之助くんのクラブセッティングを紹介したいと思います。はい。すごいな。結構入ってます。結構すごいな。合わせて14入ってる。しっかりや。はい。わお。はい、じゃあまずこれから、さっき紹介したゼクシオの、ちょっと触らせてもらいますね、ドライバーです。はい、まあレディースですね。レディースです。はい。で、その下がゼクシオのウッド、4番ウッドですね。はい。で、この下が7番ウッド、同じですね。7番ウッド、ユーティリティ。まあ、全部レディースのゼクシオ10ですね。ゼクシオ10を使ってます。で、アイアンが
本当は5から入れてるんですけど、今日48を入れたので、あ、5を抜いて、はい、なるほど。6789P、 これはメーカーとか何になるんですか？これは US キッズ、去年使ってたやつのアスリートバージョンで、去年とはまた違うんですけど、結構、ね、短いだけで重さは、うん、しっかりある、しっかりある、葉っぱがついてます。で、ウェッジを入れたんですね、今年は48、52、56、58、はい、ウェッジがいっぱい、ね、マジただの大人だよ、ね、え、結構、めっちゃ重い、しっかり、よく突破しないねイオンスポーツっていう、兵庫県にある、うん、へぇー、チクラブ、チクラブ屋さん、はい、もう基本的にあるやつですね、はい、を短くして、短くして、はい、すごい、結構あの、ね、スピンがかかるって言って本人が気に入ったんで、うん、はい、ね、スピンかけてるもんね今日この速いグリーンで、本当、スパターがじゃん、去年と一緒かな、去年と一緒です、テーラーメイドの同じ、はい、シャフトもこの辺こっちについてる、うんうん、割とよくありそうな感じの形ですね。いいクラブ使ってんねーみたいな、しっかり需要も入ってんねん、やってるねーで。ドラマで行くの？え？ドラマで？え？ドラマじゃないのこれ？全然ドラマ。一応突き抜け大丈夫？当たればね。当たらへん。あ、お願い。そっちあかん、いいスイング、なんか朝より肩が回ってるよ、いい、うん、ナイスショット、でも全然ダメ、方向が合わない今日、いいよ、ナイスだね、今日のミッション、ゴキブリ、ゆうくんがパターを拾おうとしたらゴキブリが入ってるっていう、カップに入れてきます。ただちょっと難しいミッションなんで今ね企んでるんですけど、届かないから4番ウッド、せいくんパパ、はい、そして今日、はい、ゆっこにドッキリをしようとしてて、あ、はいはい、せいくんのドッキリだからゆっこお姉ちゃん言っちゃダメだよ、見てこれをせいくんのボール拾うつもりにカップに入れて、お姉ちゃんカップボール拾うとしたらゴキブリ入ってるっていうドッキリするから、協力してね、言っちゃダメだ、言っちゃダメだ、 OK、ギャーと持ちたい？はい、すごい、じゃあちょっと笑っちゃダメだよ、お、いいじゃん、ナイスアウト、ナイスアウト、ナイスアウト、そうですね、低く滑らしていくんだよ、抜けた抜けた、いいよ、オッケー、ちょっとラフかな、うん、大丈夫大丈夫、やってたね、笑ったらダメだって言ってじゃん振った振った、なんか振ったね、まあ、でもでも結構いけるよ、オッケーオッケーオッケー、 P お、ちょっと今薄かったです。今多分コツつった。スーパッツで。スーパッツで。多分でこの奥に来ちゃ珍しい。ね。うまい。おおおお。どれ？重いね。重たい、重い、重い、落ち着いて落ち着いて、落ち着こいい、いいんじゃない、いい、ナイス、ナイスタッチ、結構お先やっちゃう、お先やっちゃう、曲がる時だったね、せいくんボール変えたんだね、変えたんだよね、赤に変えたんだって、すぐかな、
が入ってたよ。びっくりしたなんという。びっくりした。イエーイ、ペイ君大成功したじゃん。大成功。びっくりしたよ。煙。煙だよ、大成功。いつ入れたの？協力して。うまいね。ペイ君ボール変えた？あの日か。しかもゆっこがさ、あのワンパップで入ったからさ、近くに行ってて、見えてるの分かるじゃん、なんか入ってんなみたいな。確かに。ナイスワンパップ。千之助くんのお父さんに、はいはい、まあ、ジュニアゴルファーを育てることで、はい、まあ、去年も聞いたんですけど、はい、まあ、新たにこう大切にしていることとかってあったりします？そうですね、練習環境とかを整えるとか、うん、環境作りが、僕らの仕事っていうか、うね、まあ、あとはやるもやられるも自分が次第なんで。言うの遅いよ。なんかこの1年でぐっとこう変わったなとか、成長感じるなってとことがあったりしました？自分で、僕がアドバイスせずにやらしてることがあって、うん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 、自分で考えれるようにやっぱり小学校にもなってきて、もうここから先はでもどっちかというとついていくっていうよりも一人でやってる感じなのかな、ね、はい、小学生になると、はい、結構もうキャディーなしで一人で回ることも増えてくるので、まあ、自分でヤード考えたり、クラブ選択したりとか、風を読んだりとか、もう自分の仕事になってくるので、むしろ今僕がアドバイスするといや違う、違うみたいな、自分の意志が強くなってきて97.7 です。はい、よし、行きましょうか。出してきたよ。出してきた。大人げない。ああ。大人げない。ここ最後のパーチだからね。本当？あ、そっか。そうだよ。ここで決まっちゃうのか。そうだよ。私ね、これからそうだよね。負けちゃうんですよ。もう負けはないから。負けはないよ。オッケー。はい。いい。あ。あ、でも得意なバンカーだから。そういう時はどうする？上から？上から、ね、天井のやつね、天井。ローブの。うわーい！めちゃめちゃうまい！せいくんパーチャンスだよ。ナイス。うまい！なに今の、今の天井からってどういう意味？こうやって、うん、下からこう打つじゃん。うん、寝かせて、天井がちょっと高いところにあるの。うんうん、そこに当てる気持ちで、ワンハンと打つと、うん、スピンが流れで、高いボールが出るんだ。完璧だったじゃん、今。やったじゃん。ね、今どっちが勝ってるの？ショートはセイ君、一歩リード。じゃあ今、全部では全部では、ユッコがね、1打リードしてるかな。じゃあ俺、これパー取って、1打負けるとそう、同点。どういい勝負なってくるよ、しっかり。いい感じじゃない？ナイスナイス。ナイスボール。それや。いいよ。この距離。頑張れ。ゆっくりね。ボールの位置。合ってる。入る。いけ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 。よーし！もっといけなかったね。惜しい。惜しい。バンカーすごい。バンカーすごいナイスショットしてる。褒めてあげよう、自分。ナイスナイス。本当にナイス。あ、仲良くショートはドローになりました。1対1。はい、上手。上手だよ。上手よ。皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。ございます。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。千之助くん、うん、なんとあのリンゴルホープ岩村カントリー、うん、7月28日に選手として出場します。おで、岩村カントリーの会場ではさまざまなイベントを用意しておりますので、詳細は概要欄とかコメント欄とかから見てぜひご参加ください。千之助くんインスタグラムもやってますので、うん、ぜひチェックしてフォローもしてください。お願いします。めっちゃ勉強になると思います。お願いします。お願いします。せーの、バイバーイ。